津市の三重中央自動車学校に納車されたのは日産自動車の新型リーフ2台で自動車学校に電気自動車が納車されるのは中部7県では初めてだということです納車式には三重日産の岩井澄夫取締役社長そして三重中央自動車学校を運営する三重県交通安全協会の田中健一専務理事と 村田京介校長が出席しました三重中央自動車学校では電気自動車が今後普及してくることを見越して教習生に電気自動車の特性を理解してもらい事故防止につなげたいと導入を決めました三重日産の岩井取締役社長は若い世代に電気自動車を体験してもらい未来を感じてもらうことは脱炭素 カーボンニュートラルの実現や環境問題にとっても大切なことですと感謝の気持ちを述べました。電気自動車での教習は来月5日から始まり、主に高速道路での教習に活用されるということです。